イオアン・コンスタンチノビチは、ロシアの皇族、ロシア皇ロシア大公コンスタンチン・コンスタンチノビチと、その妻エリザベータ・マブリキエーブナヒトの間の長男。ニコライ一世の彦。イオアンは、同時代人たちからまで、新人深い人物として記憶されており、一族からは、イオアン地区という愛称で呼ばれていた。ヨアン・コンスタンチノビチは、誕生時、 ロシア大公の称号とヒズ・インペリアル・ハイネスの継承を有していた。しかし生後9日目に課長であるロシア皇帝アレクサンドル3世が出した布告により、ヨアンは大公の地位を喪失した。布告はロシア提出の家内法に修正を行うもので、大公の称号を皇帝の息子及び男系孫以外の男系子孫には許さないとするものだった。この結果、ヨアンの身分は 大公から皇族の公に引き下げられ、継承もランクの低いヒズ・ハイネスに変えられた。ヨアンは一旦は、聖教会の修道士になろうと考えたものの、セルビアをペータル一世の娘イエレナと恋仲になった。イエレナは美しく強固な意志を持った女性であった。二人は1911年9月2日に結婚し、イエレナは、ロシア式にエレナ・ペトロブナと名を変えた。夫妻は、 フセボロド、エカチェリーナの二人の子供を授かった。エカチェリーナは争う余地なく、ロシア帝室の成員と言える人物の中では、最後まで生きていた。ヨアンは、第一次世界大戦が始まると従軍し、戦争の英雄として、勲章を受けてもいるが、1917年に前線に、いた時に、ロシア革命が起きた。1918年4月、ヨアンはボリシェビキによって、 ウラル山脈に連行され、その年の7月に、アラパエフスク近郊の行動で残酷な方法で、殺された。弟のコンスタンチン・コンスタンチノビチ、イーゴリ・コンスタンチノビチ、また、重廷のウラジーミル・パー・ーレイ公爵、その他の親類や、友人も一緒に殺されている。イオアンの遺体は後に、ロシア正教会の選挙団体が管理する北京の共同墓地に埋葬されたが、 その墓地はさらにその後、公園を作るために破壊された。イオアンの妹ベラ・コンスタンチノブナ、母エリザベータ・マブリキエブナ、妻エレナ・ペトロブナと子供たちは、ノルウェー王法魂七世の助けを借りて、ロシアを脱出し、難を逃れた。イオアンの娘エカチェリーナは、メディチ家の末裔である、イタリア人貴族ファラーチェリ・ビラフォレスタ公社クルッジェロと、結婚した。ありがとうございます。